おはようございます。マサトです。今日火曜日ですね。2024年の、7月の2日ですね。火曜日、おはようバンナダイエットの時間となりました。マサトです。ちょっと喉がちょっと調子悪いですね。はい。ではお祈りいたします。天の父なる神様、与えた朝の糧を感謝して、バラの糧ですね、感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。じゃあいただきます。また失礼しました。ちょっと咳で出ますね。9時20分過ぎですね。今日はお休みですので、昨日の場合休み前は遅くなりますね。昨日も1時頃になって、今日は、8時、30分起きですね。もうちょっとゆるっとしてます。湿度が 90%、 今起きて、換気ですかね。ベランダのバラの生中継をセッティングして、26度超えてますね。一応大雨、外大雨ですね。音が聞こえますけど、はいはい。じゃあいつもの通り、また休みが休みで、わまだまだこの台湾バナナ黒ずんでますけど、まだまだいけそうですね。昨日の夜かな、冷蔵庫から出しました。すぐ出すと冷たいですね。いただきます。梅雨の大雨ですね。もう末期、7月に入っても、大雨ですね。もう今週は京都、日曜日が休みの週休2日制ですね。あと水木金どうです4日間、お仕事ですね。はい、そろそろ肩が、それでも体は若くないのに、体を昨日は皆さん、いただきます。子供相手にふわふわボールで勝ちボールしましたけど、肌がまだ大丈夫ですね。もう年には勝てません。はい。はい。完食ですね。はい。私たちには夫婦には子供いませんけど、子供相手の仕事をしてますけど、なかなか大変ですね。大変っていうか、もうね、みんなわがままですよね。自分もそうですけど、人間はお利口さんじゃないですよね。はい。お利口さんがいいかどうかは分かりませんけど、まあお利口さんがいいかも。そしてお神さんが怒られますね。はい、神さんに対してお利口さんならいいですけどね。私の個人的なつぶやきですけど、はい、朝
バズらないので出ます。はい、もう神様に怒られますかね、そんなこと言ったらイエス様に、本当に。はい、この YouTube 頑張ってます。はい、まっくりしたいんですけどはい、もうはい、めぐずに頑張っていきましょう。今日もですね、天気悪いですけど、本当はね、早に早起き、休みでもとても、休み前は少し羽を伸ばして、休みの当日はゆっくりしていますので、ずれ込んでますね。また昼からまた大変ですね。YouTube の来週の、1週間ぶりを、そういうルーティンでしてますので、はい、ちょっと朝はちょっといろいろとゆっくりしています。わさとでした。朝の、バナンダイエットでした。まさとこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また、聖書を学びたいというお友達に募集してますので、よろしくお願いします。マスターでした。次回のおはよう、おはようですね、バナナダイエットでお会いしましょう。マスターとした、シューゲネス、パッションプレゼン、シャロム、シャロム、シャロム。